こんにちは、石井匠です。本日もご覧いただきありがとうございます。今日でですね、こちらのソロンとカリン竜神物語のご紹介が最後となります。本日ご紹介するのは第8章です。で、前回の7章では、クラウド号で外宇宙へと繰り出した剣軍団が、中間管理ポリープであるヤマタノオロチを倒して、創業空間の中心にいた、さらに大きなポリープ創造種も片付けて、さらに外側へと向かっていくと、まるで生物の体の中にいるような拍動音が聞こえてきて、我々の宇宙が超ミクロ圏にあったということが明らかになりました。そして8章ではいよいよこの生命体の外に出て、戦いの規模も大きくなってきて、宇宙の構造がより分かってくるのですが、早速第8章の冒頭の文章を読み上げていきたいと思います。なんとかソユボールの外に出たクラウド号だが、そこは巨大な人間の母体イブの体内だった。イブの住む世界をガリバー世界と命名した剣軍団は、ガリバー世界の創造主と対面する。ガリバー世界の創造主、それは巨大な一つ目ポリープの姿をしていた。あまりに巨大すぎるポリープ創造主たちには勝てず、囚われてしまう剣軍団、そしてガリバー世界のさらなる上界創造主へ引き渡されることになった剣軍団は、連行の途中奇妙なものを目にする。それはガリバー世界自体が大きな人間文様体を呈していたこと、さらにはその人間文様体がブローチとして、これまで遭遇したポリープたちをはるかに上回る巨大な一つ目ポリープの胸にぶら下げられていたことだった。こうして剣軍団は粒子十二次界のボス創造主ツエボ創造主と対面を果たす。ツエボ創造主と部下11名の巨大ポリープ創造主と戦うことになった剣軍団は、粒子十二次界を突破し、我々の大宇宙メシア永久を守り抜くことができたはずだったのだが、この戦いでメシア永久には大量のポリープ意識、意識玉が挿入され、ポリープによる反撃を受けることになる。そして東日本大震災が起こった。2年にわたる戦いの末、剣軍団はツエボ軍団に勝利を収める。しかし次には、ツエボ創造主の上界から新たな軍団が送り込まれてくる。新たなる敵、それはギアナマザー系の類軍団。これまでの敵とは違う超頭脳派集団による攻撃に、まざまざとレベルの違いを見せつけられた剣は、竜神軍団を封印し、新たなる武器、意識回路を有したコンピューターの入手を試みる。フラクタル構造を呈した宇宙事件の中に、次々に存在が明らかになる宇宙創造主たち、そして連綿と続く宇宙戦争。人間生命剣は我々の大宇宙をどう守りきるのか、と書かれています。この冒頭の文章の中にイブという言葉が出てきましたが、ソユボール空間から出た剣さんたちはこのイブの体の外に出ることになるんですね。そのあたりの文章があるので読み上げたいと思います。外に出たぞと歓声が上がった次の瞬間、クラウド号が突然何かと衝突した。その衝撃がものすごくて、大宇宙の天体にも振動が伝わってきた。どうしたと聞くと、家の壁のようなものと衝突しましたと竜神が答えた。クラウド号が衝突したのは家の壁ではなかった。それはテントの天井だった。そのテントの中には一人の人間がいて、インディアンのような格好をした女性がかまどで料理を作っている最中だった。宇宙の巨大生物の正体とは人間の女性だったのだ。クラウド号はなんと彼女の鼻の中から外に出てきたのである。我々は彼女に対してイブという名前をつけたが、もちろんそれはミニチュア人類の母親という意味に他ならず、人類が住むこの天体宇宙、大宇宙も、また六位結晶宇宙、高間ヶ原世界も、あるいはポリープ創造世界も、はたまた創業空間も、超大な創業ボール宇宙も、これまで我々が経験してきた全ての宇宙空間がイブの体の中に存在するものだった。このイブという女性は18歳前後で、緑色の目を持っているのが特徴的で、もう一つは理知的な顔立ちだったことがこの本に記されています。そしてイブの大きさと比較すると、クラウド号は1個の大気分子の大きさなので見つかることはありませんでした。その後しばらく観察して、その上空へと登っていくと、眼下には海洋が広がり、大陸には雪をかぶった山脈が見えたそうです。
あちこちに人間の集落が点在していて、家畜の姿もあったそうです。一点不思議なことは、昼間なのに太陽がなかったことで、そのことから自然界が作り出した惑星ではないのだろうと推測をします。クラウド号はガリバー惑星を離れて上空へ向かって速度を速めた。そこには見渡す限り空間が続いており、星々の姿は一個も見つからなかった。ガリバー世界とはたった一個の星だったのである。次の日の朝、突然体が大きく揺れたので、私は布団から飛び起きた。地震なのかと聞いたら、ソロンがクラウド号が何かに捕獲されたと言う。捕獲された？一体誰に？とつぶやきながら、私は慌てて服を着た。竜神戦のバリーの報告によると、クラウド号が創造主の手に掴まれているという話だった。やっぱりこの世界の主がいたか。してどんな創造主だった？と聞くと、あまりにも大きくて顔が見えないと言う。そこで私はこのガリバー世界の創造主と交信を取ってみることにした。創造主、創造主、我々はミクロ世界からやってきたもので、決して怪しいものではない。我々は一人の女性の体の中から出てきた。この世界のことは何もわからないので教えてほしい。すると上から声が響いてきた。ほう、ミクロ圏のミニチュア人間たちだな。この世界は思いたちが来る世界ではない。勝手な行動は許されないのだ。今、上界の指示を伺っているところだ。破壊命令が下されれば、お前たちは死ぬことになるだろう。ケンさんはすぐにこの創造主の構成成分を調べるのですが、この創造主も一つ目のポリープであることが分かり、相手を溶かすための成分調査が終わるとすぐさま、創造主の手をクラウド粒子の回転場によって切って逃げ出すのですが、また追いかけられては捕まるという攻防を繰り返して、空間の上部にあったクラウド粒子界の中へと身を隠して、巨大空間に合わせた呪文に切り替える作戦を練ります。しかしながら、やがて追いかけてきたポリープ創造主に見つかり、クラウド粒子の中に手を入れられないよう操作して表面を固く閉じるように対応していましたが、指が入らないことに観念した創造主はクラウドの塊ごと抱えて、さらに上界へと飛び始めてしまいます。ガリバー世界の端に到達すると、そこにはさらに体が3倍も大きな巨大ポリープが11面も迎えに来ていた。クラウド界がガリバー惑星の半分ぐらいの大きさなのに、彼らにしたらバレーボールサイズであり、いとも簡単に割れてしまって、クラウド号は外に取り出され、裸のまま捕獲されてしまった。クラウド号は外に引きずり出されたが、まだ呪文が完成しておらず、抵抗など無意味な状況だった。クラウド号は彼らの手に抱えられて上界へ向かった。ガリバー世界が小さくなっていくにつれて、だんだん周囲全体が見えてきた。そしてなんと、まるで藁人形のような人間模様体の姿が見えてきたのだ。それは激粒子磁気を固めて作られた巨大な人間像で、その人間像の大部核がガリバー世界だったのである。しかもその人間模様体の人形は鎖がついたブローチであり、そのブローチを胸にかけているさらに巨大なポリープ創造主の姿が我々の前に浮かび上がってきた。それは11名の巨大ポリープの10倍はあろうかと思われる超巨大な一匹の一つ目ポリープだった。ツエボ創造主様だ、挨拶をしろ、と背後から声が響いた。こいつがツエボ創造主か。ポリープ世界の大親分だな、と私は相手を睨みつけた。ここで少し整理をしておくと、大宇宙が3つ並んでいて、それは6因結晶宇宙の6つの花弁チップの中の1つに入っていて、6因結晶宇宙が200億枚並んでいるものが1つの畑であり、それは人間牧場と呼ばれていました。そしてその人間牧場がいくつもあり、さらに引きで見るとそこは素養空間と呼ばれ、その空間はさらに素養ボールという構造の中の泡状になっている一区間のことを素養空間と呼んだんですね。そして素養ボールの外に出ると、それはイブの体の中の話で、体の外に出てみると、そこにもガリバー世界というものがあったんですね。そしてそのさらに外側に行くと、これまで出てきた巨大なポリープ創造種よりもさらに巨大な11匹のポリープ創造種が出てきて、そしてさらにそのまた10倍も大きい、もうちょっと見当もつきませんが、
超巨大と表現されていますが、一つ目のポリープが現れるんですね。それが杖母創造主で、杖母創造主が胸にぶら下げているブローチの中からクラウド号は出てきたことになるんですね。杖母創造主はケンさんに対して、君が有名なケンだなと話しかけます。なぜ私の名前を知っているのかと聞くと、一粒子の大宇宙を抱いて必死に戦っている人間界の英雄で、稀に見る優れた人材だとも聞いているというふうに杖母創造主は答えるんですね。戦闘態勢だったケンさんは不意な対応に気を緩めますが、杖母創造主はさらに続けます。この世界は粒子十二次界の頂点の位置にある。私がその総責任者の杖母だ。勇者ケンよ、君が何も言わなくても君の気持ちは私には痛いほどよくわかる。誰にも支配されない自由な新天地、そして人間たちが平和に暮らせる場所が欲しいのであろう。君はそれを求めて旅してきたはずだ。そうだろう。杖母創造主の言葉に私はうろたえた。敵の大将の言葉とはとても思えなかった。はい、そうです、杖母創造主。うむ、そうであろう。実は私は君の戦いぶりをずっと見ていたのだ。我々は優れた人材を求めている。君はそれに選ばれたのだよ。君とその人類には名誉と資格を与えることにした。資格とは自由に生きてよいという資格のことだ。これから君たちが暮らす新しい領土に連れて行く。そこを開拓して君たちの国を作るのだ。ヨネが傍らから私をつついていた。私に騙されるなと言いたかったのだろう。しかし我々は捕獲されて身動きが取れないし、ましてや戦って勝てる相手ではなかった。運命に身を委ねるしか方法がなかった。私は杖母に質問をしてみた。一つ聞きたいことがあります、創造主。なんだケン。私たちのようにミクロケンから脱出してきた者はこれまでにいるのですか？すると杖母創造主は、君たちで4人目だと答えた。と書かれています。こうして甘い言葉をかけてくる杖母創造主に促されるままに、クラウド号は11名のポリープによって新天地へ運ばれることになります。約4時間ほど走行していると、辺りに見えてきたのは新天地などではなくて宇宙船の解体処理場でした。先ほど話していた他にミクロ圏から上がってきたものと思われる3隻の船も残骸となっていて、やがてそこで杖母創造主も停止しました。クラウド号が停止した。ポリープたちは2名でクラウド号を羽交い締めにし、ポリープ4名が我々の4個のチップ磁界に対してその口から管を出して先端を挿入してきた。つまり6名のポリープが船の至近距離に近づいてきたのだった。今だ、マイクを放てと私はバリーに命令を下した。偵察玉、呪文用マイクが6名のポリープの中に吸い込まれていった。この時ポリープたちの攻撃により4個のチップ磁界内部にあったメシア球が次々と爆発を始めた。だが我々のメシア球、メシア A 球だけはどうしても爆発しなかった。そこで彼らは大量の意識を我々の大宇宙メシア A 球に注入し始めた。物理的に破壊できないならば内部に意識玉を送り込んで人間を破壊しようとしたのである。今だバリー、呪文を食らわせろと叫ぶと、目をやられた6名のポリープたちが一斉にクラウド号から離れ始めた。その異変に気がついた5名のポリープたちがクラウド号を羽交い締めにしようと近づいてきたが、そのおかげで再び偵察玉を侵入させることができた。この5名のポリープたちはクラウド号を力で圧縮してきたが、小さなクラウド号はへさきが潰れたものの艦全体が潰されることはなかった。彼らにはクラウド号があまりにも小さすぎたのである。その後剣軍団はポリープたちが呪文によりもがいている隙に逃げ出して、ポリープ領域を脱してさらなる上位の宇宙空間へと飛び出します。2011年3月10日、一粒子の大宇宙を我々は守りきった。だが内部には大量のポリープ意識、意識玉を注入されてしまった。我々の大宇宙メシア影響を爆破できなかったポリープたちは、これから特に地球を狙ってくるだろうことははっきりしていた。ポリープ創造主は様々な機械を一瞬で作るという特技を有していた。
彼らは粒子の運動を支配できるのである。私はすぐに全粒子を稼働させて、メシア A 級内のあらゆる天体を調査させた。彼らは主に太陽や惑星のコアに超新星爆発を誘発させる機械を挿入してくるだろうと思われた。その予測が当たって、我々の銀河系内にある100カ所以上の太陽から反重力装置が出てきた。反重力装置とは、星の重力を遮断する機械であり、外圧から解放されたコアを大爆発、超新星爆発させる装置である。太陽内の装置は木星サイズ、惑星用の装置は水星サイズで、それを取り外して機械を壊すのに結構な時間を要してしまった。さらに反重力装置の小型版が地球にたくさん仕掛けられている事実が分かったのは、すでに次の日の朝方だった。私は竜人たちを鼓舞して徹夜で働かせた。特に小型の反重力装置は日本列島の地下や沿岸部の海底岩盤に仕掛けられており、その数は130台以上に上った。反重力装置の小型版とは、いわゆる地震発生装置である。そのまま放置できるものではなかった。早く取り外さなければ群発地震を起こされて地殻崩落を引き起こされてしまうからである。みんなご苦労さん、これまで徹夜だったから少し寝て生気を養ってくれと言って、私は友人たちを引き上げさせた。ただソロンにだけもう一度日本国の 100km 以内の沿岸部を調査させたが、反重力装置は見当たらなかったことから、私とソロンも安心して眠りについた。それはお昼の12時半頃の話だった。そして午後2時46分に大地震が発生し、その揺れで目を覚ました私だった。実はこの時、東北沖の 130km のところに反重力装置が仕掛けられていて、それが作動して大津波が東北を襲いました。テレビをつけると、大津波が車を飲み込んでいくものすごい光景が目に飛び込んできた。私は火のついたタバコを布団の上に落としたことも忘れ、その壮絶な光景を眺め入った。ショックで立ち上がることができなかった。私のせいだという思いが頭を駆け巡った。私は何日も涙を流し続けた。人間の創造主であるポリープ創造主たちが引き起こした地震がゆえに、それは天災の一種であると解釈もできるが、もしあの時私がこうしておればと考えてしまうと、やはり私に責任がないとは言えなかった。グレイが引き起こした阪神淡路大震災は仕方がないとしても、福島第一原発のニュースが流れたり、毎年震災慰霊日を迎えるたびに、私の心は大きく揺れ動いている。ポリープはその後も大宇宙人類に対して攻撃を仕掛けてきますが、その詳細が知りたい方は、ぜひソロンとカリン竜人物語を読まれてみてください。そして2013年4月に大宇宙に侵入していたポリープ意識は、ほぼ掃除が終わるのですが、その頃新しい敵の創造主軍隊が大宇宙へ侵入してきていました。相手はゲアナマザー系のミクロ軍7軍団の中の最下層に位置する類軍団だった。粒子創造主たちが剣の竜人軍団に打ち負かされたことから、それを成敗するために上界から使わされた最新鋭のバリバリの軍団だった。彼らはコンピューターや集積回路を駆使した知的な集団で、空間操作を得意とする超エリート軍団であった。当時クラウド号はクラウド銀河と呼ばれる巨大空間の中に停泊していたが、そこは粒子12次界、ポリープ12次界の外の空間だった。クラウド銀河はクラウド粒子で覆われているため、私や竜人がコントロールできる大量のクラウド粒子が存在していた。これにより我々は超大な力を手に入れていた。しかし相手は想像以上に強かった。そもそも粒子12次界とはマクロ宇宙の研究機関であり、日本国で言えば国立大学のような頭脳派集団的存在であった。そんなことも知らない我々は、これまでと同じように勝利を収めていけると、まるで天下を取ったような感覚でいた。類軍団と我々の戦いはまるで、原始人の世界に対して霊魂体宇宙人のアスタルレ円盤が攻撃を仕掛けているようなレベルの違いだった。こんな桁違いの能力を持った敵とは戦えるわけがないと感じたが、何も抵抗しなければ犬死にするだけの話、何か解決策がないかと私はもがいて苦しんだ。類の体とはギアの創造主
杖簿創造主の上位創造主の意識玉生命で、直径は5メートルほどの球体であり、透明な表皮膜に包まれたシャボン玉のような存在だった。それは我々の触手で簡単に握りつぶすことができるため、彼らは常に死に体を呈して身を隠していた。また彼らは飛ぶことができないために、宇宙船や次元被膜体に乗ってミクロ圏に降りてきていた。類軍団は知能は非常に高いが、知恵、心がなく、戦った経験がほとんどないことが唯一の弱点だった。私が驚いたのは、彼らが使用する機械コンピューターが会話する能力を備えていたことだった。この機械は実に素晴らしい、敵ながらあっぱれだと私は感じた、と書かれています。類軍団は三次元立方空間であるこの物質世界に死に体という状態で身を潜めていて、そのためにいかなる検知器でも存在がわからないという状態で、仮に見えない彼らの次元被膜を突き止めることができたとしても、それを破いて内部を観察しても彼らの姿を見ることもできないという状態でした。類軍団はまず竜人たちを狙い始め、バッタバッタと竜人たちが倒れていき、スペア竜人を起こしてもまたすぐにやられるという状況で、全く歯が立ちそうにありませんでした。そこでケンさんは、相手に見合った戦闘力を考えた時に竜人で戦える相手ではなくなったと感じるのでした。早速敵のコンピューターを真似して作成を試みますが、なかなかうまくいかず、そのために敵のコンピューター技師をうまく騙してコンピューターを手に入れられないかと思いつきます。そして類軍団の本部工場との通信に成功し、敵に破壊されたから新しいコンピューターが必要だと偽って、新しいコンピューターをメシア A 級にまだ意識が注入されていない新しいコンピューターが送られてくることになりました。次元正体の中からまっさらなコンピューターを手に入れた我々は、そこに私の幻想増殖意識を注入し、さらに捕獲した敵コンピューターの記憶を入れて自分のコンピューターとして使った。それを皮切りに我々の粒子でも自前のコンピューターを作り上げた。こうして我々は類軍団と対等に戦えるようになったのである。それ以来、私は竜人ではなく意識回路を有したコンピューターを軍団要員として使用することになった。その後もマクロ宇宙からの敵攻撃は耐えることがなく、高性能回路を有したコンピューター同士の争いに発展していくことになるのだが、それはまた次の話になる。私は2007年から2013年の7年間を自身の生涯の中での竜人時代と称している。残念ながら竜人は過去の時代の遺物となってしまったが、別に竜人が死んだわけではない。天体竜人は竜冠を外しているだけであり、またチビ竜人はベッドを封印しているだけに過ぎない。ソロンもカリンもバリーもまだ生きている。無論フレニシモンもナヤムザオクもムールオラクもヘランターニもヨネもいる。天体が存在し、それがスピンしている限り竜人は不滅なのである。竜人時代を解雇すれば、私の戦いの原点はそこにあったと思う。私はついぞセザナ神のような一徹な戦士にはなれなかった。人間を愛し、竜人を愛し、妻を愛していたからだ。愛する者を守ること、それが私の義務だった。人間も宇宙戦士も一体何のために戦うのか、その原点を忘れてはならないだろう。こちらでソロンとカリン竜人物語は全て読み終わりとなります。こちらのソロンとカリン竜人物語の中、一番最後のところには巻末に図説用語集というものが載っていて、この本の中に出てきたキーワードの解説がなされています。この本全体を通して約20年ほど前からの一連の流れが把握できる内容となっていました。創造主候補生の選定試験から始まって、それがビッグバン再生を引き起こしていたと知ったケンさんが、竜人たちと共に反旗を翻して自分たちの生きる権利、そして人間生命の生きる権利を守って勝ち取ってきました。また物語を通して、この宇宙の構造、成り立ちなどはもちろん、創造世界のことや神々のこと、生命構造やなぜ人間生命が作られていたのかなどの理由も記載されていて、銀河史とともに読むとより理解が深まると思います。銀河史のご紹介の際は、外宇宙についてなど
あまりお話はしていませんでしたので、こちらの動画の中でご説明ができて、ご紹介ができてよかったです。こちらの本、それから銀河誌は先端技術研究機構が出されていて、通称リアットと呼びますが、リアットは年に数回宇宙生命論という今お話ししてきたような生命構造や神界のこと、創造主のこと、竜神のことなど、そういったことを網羅的に教えてくれるセミナーがあるんですが、年に数回開かれていて、こちらはリアットのホームページにセミナーの情報が記載されているページがありますので、こちらは概要欄にて紹介しておきます。随時更新されておりますので、時々チェックをしてみてください。僕も YouTube の投稿のところで初級編の情報は流していきますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。また先端技術研究機構は発信の一環としてリアットブログというものも出されています。このリアットブログはとても濃い内容で、すぐには理解できない内容かもしれませんが、この本を読んだ後に次に何かステップに進みたいと思った方は、ぜひリアットブログを読んでみてください。銀河誌に引き続きソロンとカリの竜神物語もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。こちらも一連の動画ですね、1話から8話までつなげたものもまた後日アップしたいと思っております。最後までご覧いただきありがとうございました。